自治医科大学の永井でございます。で、今日はデジタル変革を一つテーマとしたシンポジウムということで、今、吉本総合教育政策局長さんからデータ駆動型のお話がございました。それに合わせて私もそんなに詳しいわけではないんですけども、多少コロナに関する勉強しておりましたので、まず、今の変異株の状況がどうか、少し、わずかな情報ですけど、ご紹介して、その後、まさにそのデータ駆動型の対策というものをもっと日本は考えるべきではないかというお話をさせていただきたいと思います。特に、市中感染、症状の市中感染の状況が分かってまいりましたので、そのデータをいくつかご紹介したいと思います。で、これは今の状況で、これは小宮山浩先生が最近お書きになったものですけれども、アジア地区の中で、日本は少ないと言われていても、アジアの中で見ますと、100万人あたりの死亡者、致死率、感染者数、検査数、決して優等生ではございません。もっともっと改善する余地があるかと思います。そういう中で、最近変異株の話題がございます。非常に毒性が強いとか言われているようですが、私もあまり気にはしてなかったんですが、これアルファ株、イギリスから出た変異株ですけど、時間が経ってくると、ハザード比、いわゆるこれは死亡率ですね。死亡率で見ると、このオレンジのカーブ、変異株の方が、生存率、これは、生存率ですね。生存率がやや下がると。スケール見ていただくとわずかな差ですけれども、どうもリスクが高いということが言われています。で、特にこういう変異株が現れてから増える上昇率、増加率ですね。これを見ていくと、ある程度、毒性というのか、危険性がわかるわけですが、B の1.617っていうのは、これはデルタ株です。インドから出たもの。これの増え方が結構早いということ。また、ひょっとしたら免疫を逃れる変異を持ってるんではないかということで警戒されているわけです。で、私も細かい論文まだ目にしておりませんけれども、これは医療関係者の間の業界の情報誌ですけれども、ファイザーのワクチンの予防効果が、デルタ株に対しては90、失礼、最近、有効性が落ちてきたと、95から64%。その原因がデルタ株の可能性があると、そういう情報です。そういう意味で、デルタ株、免疫をひょっとしたら逃れるかもしれないということで、警戒が必要かと思います。ただ、そうでもないという話もございまして、まずは基本をしっかり、踏まえて対策を取ることが大事だろうと思います。さて、そのデータ駆動型の話なんですが、どうも私自身見ているところ、あまりデータ駆動型になっていない、対策がなっていない。対策をデータ駆動型で行うということは、情報をたくさん集めるということになるわけです。特に検査の数が日本は圧倒的に少ないという状況がございます。で、その理由が何なのかということも、私ちょっと調べてみたんですが、かなり仮説駆動型になってきたと、いた、なっていたということが言えるんではないかと思います。これは厚労省の資料ですが、昨年、多くの事例では感染者は周囲の人にほとんど感染させていないと。一部の特定の人から多くの人に感染が拡大したと疑われる事例が存在し、小規模なクラスターが発生していると。で、右の下の絵を見ていただくとお分かりですが、このコロナウイルス感染をどう捉えるかという認識が非常に重要なわけです。そう簡単には全貌はつかめないと思いますが、国の理解は、一人がたくさんに感染させて、ほとんどの人は感染させない。そしてまた、クラスターが発生するという、クラスターの連鎖という、私はこれは単なる仮説だと思いますが、これが国の方針になってまいりました。そうしますと、伝染様式、感染の流行の様式というのは、一人から大勢に移る。その一人からまた大勢に移すと。
こういう図式になるわけです。これがクラスターの連鎖という考え方です。そうしますと対策もそれに基づくと、クラスターから遡って対応していくと。もちろんクラスターがこれ以上広げないということは大事ですが、まず基本的にインフルエンザとコロナは違うという仮説を立てるわけです。インフルエンザは一人の患者が複数に感染させる。ネズミ算式に増えていくと。コロナは違うということが昨年散々強調されました。これがその図ですね。ですが、ほとんどの人は、後発例は自然に消えるんだという仮説です。で、私は実は内閣官房の AI シミュレーションのアドバイザリーボードに加わっていまして、昨年の10月、いかに何でもそんなことを言っていると大変なことになると、もっととらわれずに、仮説にとらわれずに考えた方がいいと。まあ当たり前のことですけれども、まあこういうことをもっと考えなさいと。1人2人移したり移さない人ももちろんいるかもしれませんが、そして時々クラスターが発生すると。というのは、同じ人でも環境によってそのまま流行が終わるか、あるいはクラスターを発生させるか違うわけです。環境によるわけですから、そう簡単に、インフルエンザとコロナは違うと決めつけない方がよろしいということだったわけです。で、実際昨年の4月のデータを見ますと、もう流行当初から、東京都のデータですが、薄い緑は経路不明者です。人間が捕まえることのできるクラスターというのはほんのわずかであって、ほとんどは経路不明者が存在するんだと。そうであれば、やはりデータ駆動型対策をちゃんと取らないとダメですよということを散々お話しいたしました。で、この提案は結構きちっと受け止めていただいて、これは PCR の数ですけど、日本が少ないと。もう圧倒的に少ないです。で、今、内閣官房でいくつかプロジェクト進んでおりますが、感染拡大予兆の早期探知のためのモニタリング検査をしております。それは無症状者を対象として、唾液サンプリングのためのキットを配って、それを回収して、後で検査をするという、そういうシステムです。で、こうした無症状者というのは、感染率が非常に低いため、性能の悪いキットを使うと偽陽性が出てしまうわけです。もともと感染率が低いですから、偽陽性率が1%でもあると膨大な偽陽性者が出て現場は混乱するわけです。しかしながら、最近出されている結果を見ますと、33万件に対して320件の陽性ということで、まあ、非常に低いですけれども、しかし、きちっと、偽陽性はそれほど発生せずに、検査ができているということを示しています。つまり約0.1%、無症状の人の中でも1000人に1人は、実は、PCR で陽性だということですね。で、こうした、この検査によって、ハイリスクの集団、ハイリスクの職域とかですね、そういう人を捕まえることができます。もちろん全数調査ではないので、全部の無症状感染者を捉えることはとてもできないわけですが、しかし、例えば20代ですと、5月の連休の頃は0.8%。100人に0.8人ぐらいは、実は20代、10代の人たちは陽性だったと。まあ、こういう人たちの中に、クラスターを作るような流行を起こす可能性があるんだということであります。で、毎週のその地域、11の都道府県ですけども、その地域の新規の患者さんの数と無症状の PCR 陽性率を調べますと、かなりよく合います。まあ、全く違うところで集めたデータですが、この2つが非常にきれいな一次相関をしますし、これはちょっとご覧になっていただきたいところですが、今年の2月の終わりから、ちょうど第2回の緊急事態宣言が終わる頃から、青が、PCR 陽性率、オレンジが患者数ですけど、非常にきれいに合います。ということは、まず言えることは、偽陽性者は非常に少ないだろうということと、
まあ、全体としては、0.05%とか0.04、0.02%以下に無症状の陽性率をしておかないと危ないですよということを示唆しているのではないかと思います。まあ、今日お話したいのはこんなことで、ぜひ、先生方も職場とか、大学、学校でですね、こうした検査を、この内閣官房が進めていますので、無料で参加できますから、ぜひ、そうしたモニタリングをしっかり、行うということ、またその動きに気をつけているということが大事ではないかと思います。ただ、デジタル教育ということになると、いろいろ課題がございます。例えば、今進めているワクチンの副反応、これ、いまだにファックスのようです。散々コロナの流行早期に、ファックスの問題点言われましたけれども、しかし今、副作用がどういうことが起こっているかということがなかなかわからない。それは、ファックスで情報があふれて入力できていないんだということが一つの課題だということです。つまり、行政にかなり大きな課題がありますということ。もう一つは、こうした無症状者の検査を高齢者施設などで行おうとすると、断る人たちもかなりいます。それは、陽性であることが分かると、いろいろ不都合が起こるということを、あるいは周囲への配慮があるのかもしれませんけれども、まだまだ日本人がこうしたデータに真向かってきちっと対応する時代はまだ遠いなという感じがいたしますので、ぜひこうしたシンポジウムを通じてですね、デジタル教育も進めていただければと思います。私からは以上でございます。